ちゃん。あるじだよ。前回から行っている iMac の27インチ 5K8 2015、 こちらのサブディスプレイ化、実はもう完成しております。 MacBook から Type-C 一本で映るようになっております。それでね、この後の動画完成ありきでこういう動画を撮るのはね、あるのも珍しいんだけれども、今回はまず iMac をね、空っぽにしようかと思います。分解して空っぽにする動画を作ります。それで次回はそれを今度組み立てる動画をもう撮ってあります。なので今回のバラす動画、次回の組み立ての動画、このあと2本立てで行ってみたいと思います。組み立ての方の動画ではやっぱり CNC ルーターを使ったブラケットをアルミで削り出したり、あとは iMac の穴開け加工だったり、配線の取り回しだったり、いろいろやってるので、そっちはそっちで結構ね、見応えがあるんじゃないかと思ってます。ここまで完成させるのに果たしてどんなドラマが待っているのかな。それでは行ってみるよ、始まるよ。そしたらまずはこんな星型のボルトを緩める工具のセットを用意しました。これは Amazon で確か1000円ぐらいだったかな、そんなのを用意しましたよ。こんなにたくさん入ってます。早速バラすか。まずはスピーカーを外す。今日もハズキルーペとともに、これスピーカーかな。まずはハードディスク取る。あ、取れた。取れました。次はファン。電源、出ないな、取れない。次、電源かな、なんだこれ。おっ、おっ、きたー。はい、取れました。これが一番大変だったの。つまずきポイントはこれがね、ここについてるこのボルトじゃないかと思ったらボルトなんだね、これ。これが取れなかったよ、気づかなかった、大変。はい、そしたら iMac が一応バラバラになったので、この後はこの基板たちをどう配置して、こんな電源も中に入れたいし、もうスペース的に入んねえか、入れそうか。結構厚さがギリギリかもしれないんですけど、これも中に入れたいので、それとあと問題なのはこの端子類をどっから出すかっていうのと、このスイッチ類もどっからアクセスするかっていうのが問題になってます。ちょっとこの辺を検討したいと思います。ピュッ！